のクレアですね、はい、アルミパネルで外装できてまして、あ、はい、この色がついてるところ、はい、これアルミでできてるところです。アルミでできてるとなんか、まあ、アルミでできてることによって、まあ、軽量に作れるところですね。 あとはこのアルミの部分、自動車用の塗料と同じような色を使ってますので、はい、より耐久性があります。日差しとかにも強いっていう、はい、ちょっとオプションにはなってるんですけれども、はい、フロントのフェイスパネル、はい、これ当社オリジナルなんですけど、これを付けさせてもらってます。なんかトラックっぽくない感じですね。そうですね、いかにもトラックっていうのをなくしたモデルになります。なるほど、はい、すごいスッキリしててかっこいい。そうですね、顔になってます。はい、ちょっと精悍な顔つきに変わります。精悍な顔つきあ、エアコンの室外機が左の下にちょっと見にくいと思うんですけど、はい、ここに WX はここに乗ってますね。ここに開けてみます、ね、はい、こういう感じで、あ、普通に、はい、普通の室外機乗ってますはい、なんか結構ここに乗ってたりとかは。そうですね、以前のモデルはこういうトランクに乗せていました、はいはい、でトランクの面積を有効にするために、はい、床に落としたっていうのと、まあ、冷却効率を上げるために、なるほど、エアコン室外機ですね、外につけてます。そうです、一応こういう感じで、はい、まあ、エアコンの一部ですね、どうしても、はい、室内側に出てきちゃうんですけれども、あ、まあ、全部フラットに落とし込んでしまうと今度吸ってしまいます。そうですね、一応吸ってしまうんでまあこの一番いいところを取って、なるほど、全然でもこれぐらいの出っ張りやったら、あ、そうですね、気にならない、まあ、10センチ強ぐらい、はい、まあ、室内側に飛び出してはおりますね。すごい後ろが、そうです広い、かなり広くなりますね。散歩開きになります。なるほど、こんな形でハータルセルドアがついてます。はい、ここまあゴミ箱がついてまして、はい、まあ、傘立てで使用されるお客様もいるんですけども、まあゴミ箱になってます。はい、でここにが、まあ、シェードレスという形で目隠しになります。あ、で、あとフライネットって言いまして、ここに網戸が出てくるようになってまして、あ、まあ、夏場はこういう風な形で網戸、はいはい、中が涼しくなります。中がなります、まあ、キャンプしてる間とか、はい、すごく中は通気性を保てるような形にないと虫だらけになります。そうですねちょっとメインスイッチ、はい、あとインバータースイッチっていう形でこういう感じであります、はい、ちょっとクレソンと変わりますね、はい、ボタン式の形になってます。すごいなんかかっこよかったですね、はい、今そうですね、 ですね、エボリューションシステムがついてるこの車両ですね、はい、こういった形になってます。このインバータースイッチっていうのは、インバータースイッチというのがですね、はい、1500W インバーターがこのクリアエボリューションの場合ですね、標準装備になってまして、はい、その 1500W のインバーターを、はい、つけるためのスイッチになります。あ、で、まあ、これを押すとですね、はい、ビビッと落として、ビビッと落とします。これで今、サブバッテリーの 12V から、はい、交流の 100V、まあ、AC の 100V に交換している、はい、あ、普通の家庭用コンセントみたいな感じです。そうすると、まあ、家庭用コンセントここついてるんですけど、はい、こういった形でパイロットランプがついてですね、あ、これでもう今使えるよっていう状態になってます。なるほど、はい、じゃあ、外部電源がなしでも、そうです、 100V の電源が使えます。 100V の電源が使える、はい。まあ、エボリューションの魅力としてはこのインバーターを介して、はい、まあ、家庭用エアコンですとか、はい、電子レンジを使える車なんで、より家に近いような感じですね。そうですね、なので外部電源を差さない環境の時はこのインバータースイッチを押していただいてご使用いただく形になります。なるほど、ちょうどインバータースイッチを入れさせていただいたんですけれども、はい、家庭用エアコン、家庭用エアコン、WX の場合後ろに室内機がついてます。あれは標準装備ですか？これ標準装備になります。標準装備で、はい、なので夏場インバータスイッチ入れていただいて、はい、家庭用エアコンのスイッチ入れていただければ、まあ、バッテリーの力だけで、はい、大体3、4時間、あ、3、4時間エアコンが駆動できます。なるほど、まあ、これもまあ一概にまあ条件もあるんですけれども、はい、まあ、一般的にお客様がお使いいただいて大体3、4時間っていうところが目安になりますね、はい、でもバッテリーだけでそれだけ作るんですね。そうですね、で、あと、
エボリューションの、魅力としてはやっぱりアイドリング時にですね、はい、家庭エアコンを回していただいても、はい、さらに充電していく能力があるというところです。ああ、はい、じゃあエンジンをつけるとより長く使えるそうですね。まあ条件もあるんですけれども、はい、まあ、ある一定の設定温度と、はい、まあ、外気温の状態とかにもよるんですけれども、はい、まあ、家庭エアコンがストレスなく回る仕様になっています。なるほど、はい、あとは電子レンジですね。電子レンジ、はい、電子レンジも、はい、通常通りこう標準装備になっています。これも標準装備。そうですね。でエアコン、家庭用エアコンとの同時併用はできないんですけれども、あ、まあ、レンジだけ使うときはエアコン止めていただいてという形になるんですけれども、はい、インバーターで 1500W でしっかり回るようになります。なるほど。例えば、まあ、いろんなところのお惣菜買われて温めたいとかなったときに、はい、まあ、入れていただいて、すごい、もう家と同じように使ってもらえるようになって便利ですね。そうですね。なんかお弁当とかも冷たいですね。できますね。はい。なんで、まあ、旅先でもそういったお弁当を買って、ね、温かい状態で食べられる。そうです。あとは、このモデルですね。一番大きい冷蔵庫が装備されてまして、はい、90リッター冷蔵庫。大きいですね。見た感じでも大きいです。そうですね。まあ、これロックなんですけど、外していただくと、はい、まあ、こういう感じになりますね。大きい。はい。上がこういう形で、これ冷凍室ですね。まあ、そうですね、まあ、冷凍なんですけれども、はい、氷ができるところまではなかなかできないと思うんですけれども、凍ったものを、そうですね、まあ、チルドぐらいの温度になるかなと思います。まあ、これも設定温度によったら、はい、氷できるというお客様もいらっしゃいますけど、水タンクがこう装備されています。このタンクもちょっと大きめだったりするんですか？これはですね、タンクの量はもう20リッターで、20リッターで、はい、が標準装備になります。こちらもオプションに応じてですね、はい、このタンクを床下のステンレスタンクに交換していただくことができまして、はい、60リッターの給排水タンクにそれぞれアップグレードすることができます。なるほど、はい。まあ、そうするとここがポリタンクがなくなりますので、はい、収納庫になります。床下にタンクがそのまま移動するような、はい、移行するような形のオプションがあります。あとは温水器をつけることもできまして、はい、まあ、今ちょうど冬なんで、はい、温水使いたいという方も中にはいらっしゃいます。そうですね。温水ボイラーはまた別に備えていただく形になるんですけども、はい、まあ、こういったところで、まあ、お湯を使って、あ、赤と青がありますね。そうですね。まあ、一応この線は、まあ、今冷、はい、冷水しか出ないこのデモ車なんですけど、はい、どちらに倒していただいても水しか出ないんですけど、はい、まあ、こういった形で引き上げていただいて、まあ、線を抜いていただいて、まあ、ご使用いただくという形になります。ここにすごいボタンがいっぱい。そうですね。今もうある程度電気ついてるんですけども、はい、まあ、室内照明でありましたりとか、はい、あと、まあ、流しライト、まあ、ここの場所ありますね。あとは、水道ポンプって書いてますのが、はい、これが水タンクからここに、はい、吸い上げるためのポンプ、水のポンプですね。なので水を入れていただいてポンプスイッチを押していただいて、はい、先ほどのように使っていただく。なるほどね。それで水が出る。そうですね。クリアの部分ですね、一番大きいところが、はい、まあ、家具調も若干高級感のあるものを出してますし、はい、すごい。あと間接照明がやっぱりついているので、まあ、ちょっとラグジュアリーな感じが、そうですね。あと後ろのベッドは、はい、奥行き1400ですね。はい。で、横幅が1930ほどありますので、すごく広く、やっぱりさっきのよりもちょっと長いっていう感じですね。そうですね、横幅かなりキャブコンの場合、はい、広がりますね。はい、はい、バンコンに比べてですね、やっぱり10センチ強はやっぱり広くなります。広くなります、ね、はい。その分、まあ車幅もちょっと、車幅もやっぱり大きくなりますね。常設の、はい、ダブルベッドっていうんですか。常設のダブルベッドになります。なるほど。まあ、結構もうこのレイアウトですね、はい、まあ、特徴としては、まあ、トイレルームがないんで、ああ、はい、そうです。その分だけベッドに回せるような感じになります。あ、なるほど、はい、ベッドがより広くなる。そうですね。バンクベッドはもうクラス最大級の大きさになります。あ、やっぱ広いんですね、クラス。はい、そうですね、かなり広いですし、この高さがすごく出ますね、はい、高さはすごいですね、はい、バンク高がかなり出ます。
ここは一応何2人寝れる、お二人寝れるようになってまして、はい、まあ、お子さんであれば3人ぐらいはいけるかなと思います。この辺に寝たら普通にこう上がれる、起き上がられる、そうですね、まあ、これができるのがまあこのクリアシリーズですね。すごい、ここのここの距離がやっぱ、そうですね、広いと開放感が違いますね。はい、やっぱりバンクベッドでも快適に寝れたいっていうのと、はい、こうやっぱり起き上がるのが乗りよりも楽だっていうので、そうですよね、はい、まあ、他のモデルよりもやっぱり広い空間になってます。もう大の字で一人で寝れますね。一人で行ってもいけますね。そうですね。あとは、室内から、まあ、前の部分にかけてですね、オークスルーも非常にしやすくなるように、はい、あのスライドベッドも採用してます。なるほど、はい、ここを奥に倒してですね、はい、で、前に行くのも非常にしやすくなります。ここから運転席に行くパターンです。まあ、助手席の方もこう、はい、移動していただくともできます。従来のやっぱりキャンピングカーですと、はい、このウォークスルーがやっぱり非常にしんどかったっていうのもあるんですけども、まあ、こういうスライドベッドを採用したりとかですね、はい、まあ、動線を取るようにしてですね、前と後ろの行き来をしやすくしてます。すごい行きやすいですね。はい、大人の男性でも全然余裕で行けるぐらいなんで。そうですね、はい、まあ、ちょっとかがんでもらわないといけないんですけども、はい、まあ、行けるようになってますね。クリアエボリューションの場合は、はい、ここの座席はもともと座れないようになってまして、6人乗りになってます。なるほど。運転席は2人、はい、2人ですね。運転席というか前の席は2人ですね。そうですね。でセカンドシートにお2人、セカンドシートに2人で、サードシートにお2人、サードシートに2人、合計6人。エボリューションシステムの搭載車に関しては、はい、通常の、まあ、キャンピングカー多いのはですね、はい、メインスイッチ後方に1箇所しかないんですけれども、はい、エボリューションシステムの車両は、はい、前にもメインスイッチ の入り切りできるスイッチをつけてまして、あ、なので、後ろにいらっしゃらないとき前でもメインスイッチを切ることができます。あ、すごいですね、はい、これでメインスイッチは切れます。オンオフができると。そうですね。なので運転席から乗り降りして、ああちょっと後ろに回って消さないといけない、はい、つけないといけないっていうこともないんで、前でつけることもできます。なるほど、はい、すごい考え尽くされたそうですね、はい、ボタンです。ちょっと相互スイッチがついてますね、はいはい、切り替えボタンは何と、こちらに関しては、はい、インバータ充電っていうのを、はい、切り替える、スイッチになってまして、はい、例えば、アイドリング時ですね、はい、どうしてもエボリューションシステムでもですね、エンジンの回転数が低いとどうしても、エンジンで発電するオルタネーターの、はい、充電能力というのはやっぱり低くなります。ああ、なるほど、はい、で、そういった時に、まあ、充電切り替えっていうのをしていただくと、はい、安定的に電気を作り出してですね、はい、サブバッテリーに効率よく充電してくれるっていうモードの切り替えスイッチになってます。なるほど。それが運転席に2個ついてますね。はい、まあ、使われる使われないシチュエーションによって変わってくるんですけれども、はい、まあ、こちらもまず初めにご案内させてもらってますね。すごい、電源に関してもいろいろ工夫がされてるんです。そうですね。すごいかっこいいですね、これ。このホイールが、はい、今クリアシリーズに標準装備になります。なるほど、はい、あとお色も一色シルバーも選んでいただけるので、はい、まあ、この黒かシルバーかっていう感じですね。ああ、すごい、はい、選んでキャンピングカーらしくないというか、なんというかすごいかっこいいホイールですね。そうですね。これを入れることによって耐荷重も増えますし、はい、性能面もアップする、性能もアップします。あと耐荷重もアップしますし、はい、元々の純正タイヤでは6キロ、はい、空気圧入れていただかないといけないところが、はい、まあ、4.5 気圧で同じ耐荷重以上は取れるので、あ、乗り心地も空気圧をちょっと落とした分だけ良くなります。なるほど、はい、すごい、見た目だけじゃなくて乗り心地も乗り心地安全性も高めてる車両になります。あとクレアのですね、はい、5m シリーズと 5m30 のシリーズがあるんですけれども、はい、ちょっと違いについてご説明させてもらってます。全長の、そうですね、一番大きく違うのは、はい、やっぱり後ろのオーバーハンドのタイヤ
なら右のポーターまでの長さが違います、はい、でエアコンの室外機の納入位置も、はい、違いまして、エアコン付きの方が埋め立たんで右に付けます。なるほど、はい、全然が違ったら中の仕様がちょっと変わってきます、変わってきますか、はい、一応ですね、はい、クレアシリーズ、5メーターシリーズに3パターンですね。3パターン、はい、で、5.3 シリーズにも3パターン、あー、で、そうですね、選択が可能です。なるほど。で、先ほどご説明させていただいたのは、はい、クレアの 5.0 WX っていう仕様になってまして、はい、で、この仕様はトイレルームがつかない形ですね。あ、そうです。で、あと5メーターシリーズにはトイレルームがつく、あと2タイプ、はい、X っていうタイプと、はい、リザーベッドのダブルのタイプ。同じキャンピングカーでもその3タイプで中のレイアウトがガラッと変わる。じゃあ本体価格なんですけれども、はい、2区のガソリン、はい、2区のディーゼル、4区のディーゼルと設定がありまして、はい、2区のガソリンでだいたい850万円からあります。ああ、なるほど。2区のディーゼルでだいたい900万円から、はい、900万円ですね。じゃあ、だいたい800万円から900万円ぐらいで仕様によって異なるっていう。そうですね、まあ、およそ、まあ、オプションとか一通りつけていただいて、はい、およそ、まあ、900万円前後になってくるかなっていう。こんな感じでですね、夏 RV 京都店さんにはいろいろなキャンピングカーが常時展示されてるみたいなんで、また気になる人はですね来てみてください。